まあ、ストレスマネジメントという話をしていきたいんですけれども、まあ、先ほどこうストレスチェックっていうんでしょうかね、ストレスに気づいていくポイントというようなお話をしました。で、このね、このストレスに気づくっていうのは、まあ、私たち自身、ご自身のね、ストレスにも気づいていく必要もあるし、冒頭でも言いましたけれども、お子さんであったりとか、ご主人あるいは奥様、それから会社の同僚であったりとか、部下であったりとか、友人、知人、ご近所の方々、まあ、いろんな方々と我々関わっているわけですから、その方々のね、様子というのを見ていただいてね、あれ、何かこの人いつもと違うなぁと、違いに気がついてあげるっていうのは、まあ、とても大切なことなんですよね。で、気がついたら、それを、そのストレスをどう低減させていくか、解消させていくかっていうことを考える必要があるわけなんですね。まあ、それをまあストレスマネジメントというふうに言うわけなんですけれども、どうストレスをマネジメントしていくかっていうようなね、お話をしていきたいと思います。で、まあ、このコロナというコロナウイルスというような、まあ、状況なんのわけですけれども、これですね、もうすでに WHO からですね、この新型コロナウイルス発生時のストレスへの対処という方で、ことでですね、こういったようなリフレットというんでしょうかね、ものがすでに配布されているわけなんですね。で、まあ、これ英語バージョンなんですけれども、まあ、簡単に言いますとですね、内容なんですが、ストレスを感じたりイライラしたりするのはごく当たり前のことですよっていうのが、まあ、こう一番最初に書いてあるんですね。確かに、まあ、今まで説明お話ししてきたようにですね、この状況というのは非常に平日では全くない状況ですよね。このようなこう新型の、ね、こうコロナウイルスというなんだかよくわからないものとね、今こう戦っているわけでですね、我々にとってこうどういうふうにしたらいいのかわからない、でしかもこの先どうなるのかもわからないっていうのは非常にストレスなわけで、これはもう皆さんストレスを感じているわけです。私だけがこんなに感じちゃっているのかしら、私だけがこんなに不安になったりとかイライラしちゃってるのかしらということではなくてね、これはもうごくごく皆さん、ね、多かれ少なかれイライラしたりとか不安になったりとか恐怖を感じたり、というような感情がね、自分の心の中にあるのは、これもごくごく当たり前の当然のことなんです。自分だけではないということですね。で、まあ、そのような中でですね、私たちの心と体の健康を守っていくためにはですね、ライフスタイル、健康的なライフスタイルを保てるようにしましょうと。いつものライフスタイルを、いつものライフスタイルを続けていけるように、継続できるように心がけましょう。いうことがとても大切なんですね。こういう状況だからガラッと生活を変えるのではなくて、ごくごく当たり前にいつものように生活をしていくっていうのが、これとても大切なことなんです。まあ、例えば仕事なんかでもね、自宅待機になったりとか、あとお子さんなんかも学校に行かないっていう時間が今すごく長いわけですけれども、そうするとどうしても生活のリズムが崩れてしまったりとかありがちなんですね。いつもだったら6時とか7時には起きて会社に行ってなんていう生活をしていた方が、まあ、自宅待機だから、とりあえず9時に点呼があるから9時まで8時50分まで寝てようとかね、そういう方であったりとかで、どんどんその昼夜逆転なんていうことが起きてしまったりとか、学校なり仕事場にであればね、朝ごはんを食べて12時ぐらいにお昼を食べて、
でまた帰ってきて6時7時には晩ご飯を食べてっていうね、食生活のそのリズムなんかもあったわけですけれども、お家にいることによって朝ごはんと昼ごはんが一緒になったりとか、朝ごはん食べなかったりとか、そのご飯を食べる時間が崩れてしまったりとかね、それからこう、確かに今外に出るっていうのはこうはばかられるっていうこともありますけれども、距離をとってね、きちんとマスクをして適度な運動をするっていうことは推奨されているわけなんですよね。で、やっぱりこのお天道様に当たる、お日様に当たるっていうのはとてもあの体にいいことですので、もちろんね、そのちゃんとね、マスクをしたりとか、人のごみの中には行かないとかっていうことは守っていただきつつ、散歩で会ったりとかね、軽めのジョギングをするとか、そういったような、ね、健康的なライフスタイルというのを保つようにしましょうということですね。食生活とかもね、どうしてもこう乱れがちですのでね、体に良い健康的なものをね、しっかりと召し上がって体に、ね、免疫をつけてね、いろんなウイルスであろうが、菌であろうが、戦えるようなね、健康的な体をね、中から作っていくっていうのも大切ですよね。それからですね、次にここに書いてあるのがですね、イライラしたり不安に感じた時に、タバコやお酒を飲んで気を紛らわせるのはやめましょうというのが書いてあります。どうしてもですね、やっぱりこうイライラしたり不安をしたり感じてしまったりすると、なんかさ、なんでしょうね、こう先のことは考えたくないなとか、もう、そういったこうね、こうもやもや、こうイライラ、うつうつとした気分ってすごくこう気分が悪いわけですから、なんとかそれをこう、発散させたい、うさばらししたいわけですよね。なのでついついこうタバコを吸ってしまう、タバコの量が増えてしまったりとか、あるいはお酒を飲んでね、なんだか一時でもこう気持ちをこう楽しくしたいなんていうふうにね、思ってしまうわけなんだけれども、何でしょうかね、これは全然こうその場その場のその場しのぎでしかないんですよね。だって原因は、がまだまだあって、その原因っていうのが全然解決されてないわけですから、一時お酒飲んで楽しくなる、一時タバコを吸ってなんとなく気持ちが紛れることはあるかもしれないけれども、結局原因が解決されてないわけだから、じゃあまた飲もう、またタバコ吸おうってなっちゃうわけですよね。そうするとどん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 量が増えていってしまう。そうすると、体のためにはね、非常に良くないですよね。ですので、そうすると体が悪くなってしまえば、そのウイルスであったり、風邪の菌であったりでもね、そういった菌が入ってきた時に太刀打ちできなくなっちゃうわけです。で、お酒の飲み過ぎであったりとかしますと、いわゆるアルコール依存であったりね、そういったような危険性、リスクもあるわけですので、お酒、タバコにこう逃げ込まないようにしていただきたいなと思います。なんかこう不安だとかイライラしちゃうなっていうことがあったら、例えばジョギングをするであったりとか、他のストレス解消の手段を選択してほしいなというふうに思うわけですね。それから事実を把握するようにしましょうと。テレビやネットなどを制限することも大切です。本当に今はこう、テレビでもそうですし、ネットでもそうですし、さまざまな情報があります。新聞もそうですけれども、いろんな情報があって、我々はじゃあどの情報を信じたらいいのか。ということがすごく大事になってくるんですね。で、あまりにもたくさんな情報があって、何が本当なのか、何が嘘、デマなのかっていうのが分からなくなってしまうと、我々非常にこの混乱してしまうわけですね。で、混乱すればするほど不安だったり焦りだったり
っていうのがどん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 大きくなってきてしまうわけですね。なので、まあ、信頼できるその情報筋っていうのを一つ決めて、その他は基本的にはもう見ない、制限するっていうこともとても大切ですね。あんまり情報に踊らされないようにしましょう。それからですね、これまでに困難に対処してきた方法を試してみましょう。つまりですね、まあ、いろんなストレス我々日々感じていたわけですよね。仕事であったりとか、学校でも友達関係であったりとかね、学生さんだったらテストとかね、レポート提出なんていうのは、まあ、私が言うのもなんなんですけれども、すごいストレスですよね、学生さんにとったらね。でその時に、そのストレスを感じた時にどんな対処してきていったかな、ちょっと思い出してみてください。イライラしちゃった時には、ああそういえば私は散歩に出かけてたなとか、イライラしちゃった時、友達と喧嘩しちゃったな、でちょっと落ち込んじゃったなっていう時には、ああそうだったな、私どうやって対処してきただろうかなんていうこととかね、自分が困難であったりとかストレスを感じた時にどんな対処、どんなストレスコーピングをしてきたかどうかっていうのを思い出してみてください。で、一番自分に合ったストレス解消法というのを試してみてください。で、まあ、これがあの WHO が、ね、作ったそのストレス対処の方法という形で出ています。で、あの、まあ、ここに本当に網羅されているというかね、ここに言っているのは本当に確かなことですのでね、ぜひ、まあ、このを参考にしていただきたいなと思います。で、まあ、このストレス予防対処の基本っていうのがね、この3つの R というのがあるんですね。これはあの何もこのコロナウイルスに関わらずなんですけれどもね、あの日常生活の中でもね、ぜひあのこれのこの基本というのを覚えておいていただきたいなと思うんですけれども、 3R というのがあります。これはですね、あのストレス理論の中でちょっとご紹介した、セリエさん、セリエ大先生ですね、が考えたものなんですけども、3つの R というのがあります。で、 R というのはレスト、リラクゼーション、レクリエーションの略です。で、レストっていうのはその名の通り休むということです。しっかりと体を休めるということですね。ちゃんと寝るとかね、ちゃんと体を休める、まあ、ゴロゴロすることも、まあ、たまには必要なわけですよね。それからリラクゼーションですね、まあ、リラックスをしましょうということですね。まあ、ゆっくりお風呂に入るであったりとか、まあ、リラクゼーションがこうできるというものであれば、まあ、例えばこう、まあ、イラストにもありますけれども、ヨガであったりとかね、ちょっとしたこうストレッチであったりとかなんていうのもいいですね。まあ、適度な運動ということでも、ヨガをやったりストレッチをしたりっていうのはとてもいいことですし、リラクゼーションだったら、まあ、いろんなリラクゼーションの仕方あると思いますが、例えばあのアロマ、良い香りというのをこう嗅ぐことによって気持ちがこうすっきり穏やかになってくるなんてこともありますよね。というようなこうリラックスをし、リラクゼーションを試みましょう。それからレクリエーション、これあまりこうストレス予防にレクリエーションっていうような感じかもしれないんですけれども、ヨガを楽しむ、趣味を楽しむということもとてもこのストレスの予防対処にはとても大切なんですね。このレクリエーションというのはこのヨガを楽しむ、趣味を楽しむということなんですけれども、まあ、読書をする、本を読むであったりとかね、まあ、今ちょっとね、なかなかできないですけれども、平常時であればいつもできないことをやってみるなんていうことがとてもいいわけなんですね。例えばそのどうしても仕事をされていると家とお仕事場のね往復になっちゃいますけれども、例えばこう山に行ってみるとか海に行ってみるとかっていうようなね、どこかちょっとこう小旅行をしてみるなんていうのも、ね、とってもこう気分のリフレッシュになるわけです。今だとちょっと難しいので、お家の中であったりとか、
あるいはそうですね、まあ、ご近所でできるようなことを考えていただきたいんですけど、まあ、レクリエーションという、まあ、趣味を楽しむとか、まあ、これまでこうやってこれないようなことをちょっとトライしてみるなんてこともいいですね。例えばこれまでね、食事は作ってたけれども、ちょっと新しいレシピにトライしてみようとかね、一緒にこうお菓子作りをしてみましょうなんていうのもレクリエーションになるかもしれないですね。というようにですね、予防対処の基本中の基本としてこの3つの R というのをね、ちょっと頭の中に入れておいてください。ベスト、リラクゼーション、レクリエーション、この3つですね。これはこの何も今だけではなくって、いつものに使えるものですので、ぜひ、頭の中に入れておいて、あ、ちょっとなんか疲れちゃったな、ストレス溜まってるかもな、なんていう時にはこの3つの R をどれか1つね、試してみていただきたいと思います。で、これはまあ基本として押さえておいていただくということで、あとまあね、どうしてもこのお家の中とかにこう限定されてしまうこの状況ですのでね、一つこう、じゃあお家の中でもできることって一体何かななんて考えていて、この笑いの効果っていうのをご紹介したいかなと思っているわけなんですね。で、この笑いというのはですね、免疫機能を高めたり、ストレスを軽減したりと、さまざまな効果があることが知られているんですね。で、笑うことによってですね、私たちの体の中にあるナチュラルキラー細胞、これ通称 NK 細胞なんていうわけですけれども、ナチュラルキラー細胞がですね、働きまして、この免疫機能を高めてくれるんですね。笑うことで NK 細胞が活性化されて免疫機能が高まる。と、免疫機能が高まると、この疾病の予防になるわけですよね。で、実際にですね、このがん細胞などもこう撃退してしまうなんていうことがね、分かっているわけです。で、笑うということによってですね、私たちのこの交感神経と副交感神経っていうののバランスがね、よく働く、バランスよく働くようになるんですね。で、交感神経っていうのは、私たちが活動しているときに働いている神経ですね。で、副交感神経っていうのはリラックスしている、こうのんびりしている時に働いている神経なんですけれども、ストレスという状況の中にずっといるとですね、この交感神経と副交感神経のバランスが悪くなってしまって、切り替えが上手にできなくなっちゃうんですね。なので、今このストレス状況下ですと、ずっとなんかこう緊張状態、つまり交感神経が働いている状態になってしまうので、たまにはちゃんとね、この副交感神経さんを働かせてバランスを取る必要があるんですよね。なので、この笑ってリラックスする、リフレッシュするっていうことがとても大切になってくるわけですね。ですので、笑うことによって、ストレス解消になるわけです。で、目指すところは1日1スマイルですね。1日1回は笑いましょうって、いうことですね。で、テレビでね、お笑い番組を見て笑うっていうのもいいと思いますし、映画とかね、コメディ映画を見て笑うなんていうのもいいかもしれないですね。で、ご家族の中で何かいろんなことをして笑い合うっていうのも大切ですし、お友達同士でね、お話をして笑うっていうことも大切です。で、1日ワンスマイル、1日1回は笑顔を作っていきましょう。これはもう本当にお家の中でもできる、このストレス対処の方法でありますし、疾病の予防になりますのでね、ぜひやっていただきたいなと思います。で、ここには書かなかったんですけれども、とはいえね、この状況の中でね、笑えないよと今思った方もね、中にはいらっしゃるかと思います。確かに今笑える状況ではないんだけれども、笑える状況ではない中でね、ずっと緊張状態、つまり交感神経を働かせてしまうと、どうしてもどこかで心が疲弊してきてしまいます。自分でそれリフレーミング、
この状況をの捉え方、見方を変えて、笑えるというね、笑ってみるということもとてもね大切ですので、ぜひやってみてください。でそれでもなかなか笑えることがないよという方はですね、口角を上げる、まあ、ちょっと今ここ画面に映ってるとなんかすごい僕ブサイクになってしまうんですけれど、口角を上げるだけ、にっこり笑ってる笑顔を鏡の前でちょっと作ってみてください。でこの口角を上げるとこの顔の筋肉が動くわけですよね。でこの顔の筋肉が動くことでこの笑顔を作ってる筋肉の動き方なわけですよね。口角を上げるとそうすると脳が顔の筋肉が笑顔になってるぞということで、あ今は楽しいんだというふうに脳がまあ錯覚するわけなんですね。そうすると脳が錯覚して、あ今は楽しい時なんだなというふうに思うので、そうするといろいろなですねこの脳の中のね、楽しさであったりとか幸せを感じる部分が活性化されたりとか、その幸せホルモンみたいなね脳内の神経伝達物質みたいなのが増えます。あのセロトニンとかねいう物質なんですけれども、幸せ物質が増えますので、口角を上げるだけでも一定の効果があると言われています。まあ、ただね、言葉は悪いですけれども脳を騙すことになってしまうので、なんて言うんでしょうかね、笑顔を無理やり作って脳を騙してしまっているということで、それがこう徐々にしんどくなってしまうなんていうこともどうやらあるみたいですので、まあ、適度にね、今日一日は今日なかったな、あ今日そういえば笑ってないっていう時にはちょっと試していただいて、できれば本当にね、心から笑えるような何か楽しいことを一日一回でも見つけてね、笑ってみるように、ぜひしていただきたいと思います。まあ、ちなみになんですけれどもね、この笑いの効果医学で検証なんていうことで、まあ、新聞にもね、こう載って説明されていますのでね、これは何だろう、嘘ではないって言ったら変ですけれども、科学的にね実証、まあ、検討されているものですのでね、ぜひ笑ってみてください。それからですね、いつでもどこでもストレス対処ということで、まあ、これはお家の中あるいはまあお外でも、それからまあ今このコロナだけではなく、平常時でもね、いつでもどこでもできるものをいくつかご紹介したいと思うんですけれども、不安とか緊張、怒りを感じてしまったときには、まず呼吸を整えましょう。これ呼吸法を、私たちが心理師が使う心理療法の中でもあるんですけれども、呼吸法というのがあります。不安とか緊張とか怒りっていうのを感じたときって、どうしても呼吸が、ね、浅くなっちゃうんですね。で、体の緊張感があって呼吸が浅くなってしまうっていうのがありますので、ゆっくり呼吸を整えていくことによって気持ちがスッと落ち着くようになります。で、やり方としてはですね、まあ、ちょっとここのイラストを見にくいかもしれないんですが、お腹にですね手を当てていただいて、息を吐き出します。で、息がなくなったところでですね、まあゆっくり4拍で息を大きく吸っていきます。でお腹がポコーって膨れるぐらいね、いわゆる腹式呼吸です。腹式呼吸をするようにゆっくり4拍で息を吸っていってお腹が膨れます。そしたら今度ゆっくり8拍でお腹がぺちゃんこになるように息を吐いていってください。ぜひこの4拍8拍4拍です8拍で吐くっていうね、これをこう何回か続ける。できればねこう3分ぐらい続けられると気持ちがスーッと落ち着いて、まあ、夜寝る前とかねお布団に入ってから仰向けでやると、まあ、そのまんまこうスーッて眠りに落ちてしまうなんてこともあるぐらい体が リラックスしますので、これはもう本当にいつでもどこでもお家にいても
どこにいてもできます。で、例えば、まあ、平常時であればそうですね、会社とか学校なんかでこうプレゼンテーションをしなきゃいけないとかね、あると思います。そういった時ってすごい緊張しますよね。で、そんな時にはこう自分でね、こう息を大きく吸って吐いてってね、息を整えるとすごく気持ちが落ち着きますので、ぜひやってみてください。それからで、あと、まあ、そうですね、この怒りっていうことですから、なんて言うでしょうかね、まあ、お家でね、こう子供がこうわーって騒いで、ついわーっと大きな声で怒りたくなってしまう。 でも子供もね、それこそ元気を持て余してイライしていて、こうわーってなっちゃってるってこともあるわけですよね。そこで例えばお父さんお母さんがわーってまた怒ってしまったら、もう大騒動になってしまうわけですから、でまずちょっとわーっと怒る前に一度呼吸を整えてみようとかね、これ、まあ、いわゆるアンガーマネジメントというものがあるんですけれども、怒りのコントロールですね。怒りをコントロールするときにもこの呼吸を整えるっていう方法があるわけなんですね。なのでぜひこう、怒りがバッと出てきたりとかね、いうときには呼吸を整え、まず呼吸を整えてください。であとはこのイライラしちゃったら、ね、先も言いましたけども、今お家の中なんかでね、子供がワーワーしているとか、あとなんだろうな、いつもとは違 こう環境の中にで生活してしなきゃいけないような状況になってたりするわけですよね。で今日も私が今こう録画をするためにね、家からこの学校まで来たんですけれども、道すがらですね、ベビーカーを押したお母さん、お二人お母さんがね、歩きながらねお話をされていたんですけれども、まあ、旦那さんがお仕事が自宅待機でお家にいらっしゃるんでしょうね。旦那がね家にいても結局なんか、家のこと何してもらうわけで なしね、もうイライラしちゃうし、もうなんかもう家庭内勉強よねなんていうようなことをね話してて、これはなかなかシリアスな問題になりつつあるぞなんていうふうに思っていたわけなんですけれども、まあ、イライラしちゃうってことはあると思います、ね、そういった違った環境になっているっていうのはコントロールができないっていう状況でもあるんですよね。まあ、外出の自粛でこういつもいない人が家にいるとかね、まあ、子供であったりご主人であったりとかね、まあ、自分自身もそんなにお仕事をされていたら家にいることもないのに、なんかこう家の中にいなきゃいけないっていうことで、自分のやりたいことができなかったり、ペースが守れなかったり、思うようにいかないなんていうことがあるとイライラしちゃうわけなんですよね。まあ、つまりその自分でコントロールできないっていうことがこのイライラの原因だったりするわけなんです。で、だからといってね、例えばその奥様方がね、だったり旦那さんがこうご夫婦喧嘩になってしまったりとかね、あるいは必要以上に子供を怒ってしまうなんていうことがあると、実はこうせっかくねこんだけ長い時間ね、お家にこう夫婦揃ってとか家族と一緒にいられる時間っていうのが持てる、ね、ゆっくり取れる良い機会なのにもかかわらず台無しになっちゃうわけなんですよね。でそれこそこれリフレーミングなんですけれども、家もう旦那が家にいてイライラするわとか、子供がもう家にいてねお昼の準備もしなきゃいけないし、部屋は片付かないしイライラするわっていうような現状だけれども、それをリフレーミング、その物事の捉え方、考え方、見方を変えることによって、ああこのまあこういう状況だけれども、今はゆっくり子供と遊べるいい機会だなとか、なかなかね夫婦で話ができることもなかったのに、ゆっくりとご夫婦でねお話をしながら、まあ家でね、ワインでも飲みながら素敵なディナーを楽しむとか、ね、ああそういったこともできるんだなというような良い機会でもあるわけなんですよ
よね。で、もしですね、まあ、こういった状況の中でどうしてもイライラしちゃう、もうダメ、我慢できないっていうようなこともありますが、その時には魔法の言葉で6秒我慢してみてください。魔法の言葉、魔法の呪文っていうのを自分の中で決めるんですね。例えば、大丈夫、大丈夫、落ち着け、落ち着けとかね。あとはね、こういったお話を以前もしたことがあるんですけれども、その時にどんな魔法の言葉がありますかっていうふうに受講生の方に聞いたら、ですね、降り止まなかった雨はなんてない、降り止まなかった雨なんてないって唱えるって言ったね、方がいらっしゃったりとか、これはチャンス、これはチャンス、いろんなことが変われる、いろんないいチャンス、いいチャンスなんていうふうに唱えるとかね、というふうに、まあ、心理学でいうところの、まあ、セルフトークっていうんでしょうかね、あのセルフトークっていうのは自問自答っていうんでしょうかね、をすることによって気持ちを落ち着かせたり、まあ、自分自身を励ましたりっていうのにすごい効果的なんですね。で、イライラっていうのは怒りのピークっていうのは6秒らしいんですね。なのでこの6秒さえ乗り越えてしまえれば、その怒りがその行動として、出ていかないわけですので、とにかくこの6秒をなんとか過ごすことが大切なんです。なのでイライラした時にそれこそ1、2、3、4、5、6、数を数えるだけでも結構ですよ。で、6秒経った時にちょっとこう心が落ち着くってこともありますので、まずはイライラしたら6秒呪文、魔法の言葉をかけて6秒我慢してみてください。それからイライラを点数化するってことも効果があると言われています。これ、まあ、人によって違うんですけれども、こうなんて言うんでしょうかね、こう客観的事実に基づいて考えたいと言われる方はこの点数化するってことはとても効果的で、イライラ点数っていうのを0、まあ、0から10とかに設定しておくんですね。で、0はまあ怒りがないっていうことで、自分が怒りを感じる最大マックスが10です、っていうふうに自分がどれぐらいのものが何点かなっていう、イライラ点数リストみたいなのを作っておくんですね。で、何かこうイライラしたなっていう時に、これは3点、まだ大丈夫とかね、これは8点、ちょっとイライラするなとかね、8点とか7点とか6点とか2点とかいうふうに、こう客観的にね、こうそのイライラに対しての点数をつけることによって、あ、2点、まあまあ5点以下だったらなんとかまあ我慢できるとかね、で5点以上になっちゃったら、これはこうまずは6秒我慢して言葉を選びながらちゃんと、怒りというものを表出させようとかね、つまりこれはちゃんと一言言っておかなければいけないであったりとか、行動がきちんとこう冷静かつ客観的にその行動を選択することができるんですよね。なのでこのイライラに点数をつけるっていうのもいいですね。それからもう距離を置く、もう物理的心理的な距離を置くっていうのも、これ非常に簡単なことなんですよね。一つの部屋にいてこうイライラしてきちゃったら違う部屋に行くであったりとかね、いうふうにこう部屋を分ける、まあ一時ちょっと外に出るであったりとか、もう物理的にこう距離を置くというようなことでね、対処するってこともあり、まあ非常に簡単なことですよね。ちょっとだけ距離を置くっていうのも一つ簡単にできることですので試してみてください。で、落ち着いた後、落ち着いた中でね、さっきはこういうことを言われて私はすごくイライラしちゃったとか、男性もこういうことをされると非常にこうイライラしてしまうとか、
これも、まあ、ちょっと自宅待機をされていらっしゃる男性の方から聞いたんですけれども、自宅待機であってね、仕事では家にいるから仕事をしてないでダラダラしてるわけじゃないと、その自宅待機をしながらある程度やっぱり仕事をっていうのはしていかなきゃいけないわけで、家にいるからって なんていうの休日ではないんだよ。なのにこうまずその部屋にいてね、こう仕事のことを考えたりとかやっていると、こう部屋に入ってきてね、洗濯物補正とかって言われると、いや家にはいるけど今仕事中なのとかいうことですごいイライラするんだなんていうね、ことを話されていた男性なんかもいらっしゃいますし、まあ、それはね、仕事をしている女性なんかもそういうこともあるわけなんですけれどもね、私もまあ家で仕事をしていたりすると、こうね、こうご飯どうするのとか言われるともうイラッとしたりとかっていうことはあるわけなんですけれども、まあ、そういったね、こうどうしてもこうイライラしてしまうということはあるわけで、そのイラっていうのをそのイライラのままバーンとぶつけてしまうと、非常にこう関係性が悪くなったりとかね、それこそこう、まあ、DV であったりとか虐待なんていうことにも発展してしまうリスクもあるわけですから、なるべくだったらイライラっていうのをきちんと収めて、それからきちんと落ち着いたら言葉で説明する、でお互いに理解し合っていくっていう、ね、ことがとても大切になってきます。それからもう一つなんですけれども、孤独を我慢しないでいただきたいんですね。孤独感っていうのも非常にストレスですよね。どうしてもこう一人暮らしをされていらっしゃる方というのは、この状況の中だとどうしても家から出られないわけですから、どうしてもお家に一人ぼっちでいていることになってしまうわけですね。あるいはその、まあ、あるいはというか、ちょっと最近あったケースだったりすると、まあ、大学進学だったりとか、4月からこう会社の移動とかでね、単身赴任をされてきた、で単身赴任をしてきた、家族と離れて単身赴任してきた、上京してきたとかね、まあ、あるいはその一人暮らしを始めた若い学生さんなんかが、一人暮らしを始めた途端この状況で仕事あるいは学校には行かれないし、じゃあ実家に家に帰ろうかって言っても、その移動をね気をつけてくださいとかっていう言われてしまうと、家に帰ることもできない、でよく知らない土地の中でね、一人ぼっちでいなきゃいけないなんていうと、すごく孤独を感じてしまうわけなんですね。でその孤独っていうのは決して我々のこう心と体にいいもんじゃないんですよ。この孤独感っていうのは非常にこの疾病リスクにもつながってしまうものなんですね。なので決して我慢をしないでください。で、不安を感じていらっしゃる方っていうのはあなただけではないんです。一人暮らしをされている方、あるいはその一人暮らしではなくともね、孤独というものを感じていらっしゃる方っていうのはとても多いわけなんですね。特にこの時期、この状況下の中ではね。で、不安な気持ちであったりとか寂しい気持ちを抱えているのであれば、我慢しないできちんとそれをね、声に出してください。でぜひこう声を掛け合うっていうことをねしていただきたいと思うんですね。今確かに対面で会うっていうことは難しいかもしれないけれども、電話だったりとか、まあ、スカイプとかね、そういったこうオンライン上でのこうやり取り、スカイプとかズームであったりとか、まあ、いろんなものがあるわけですよね。でそれこそ LINE であったりとかチャットであったりとかね、いろんなこうコミュニケーションのツールというのが今この現代世の中にはあるわけですよね。そういったものをフル活用していただいてですね、友達であったり家族、兄弟、学校の先生であったりとか、あるいは公的機関であったりとかね、皆さんの周りには
皆さん、あなたをサポートしてくれる人たちっていうのはたくさんいます。決して一人ではないですからね、ぜひ声を掛け合うとか、我慢しないで電話をしてみる、あるいは LINE を打ってみる、スカイプをしてみるっていう、ね、ことをしてみてください。で、この声を、ね、かけていくときにね、例えばその調子どうとか、そっちの様子どうとか、元気にしてるとかね、いうような声かけを、ね、していっていただきたいんですよね。で、ストレスに対する気づきっていうのもそうなんですけれども、ね、大丈夫っていうような声かけをすると、日本人に多いというか、割と日本の人の方って そう、うっかりって大変ですけれども、大丈夫って聞かれると大丈夫ですって言ってしまう方がかなり多いんですね。まあ、これ心理学、カウンセリングの用語でクローズドクエスチョンっていうんですけれども、大丈夫っていうか、もう大丈夫って聞かれたらイエスノーでどちらかで答えなきゃいけないわけですよね。で、大丈夫って言われていいえってなかなか答えにくいんですよ。そうすると、はい、大丈夫です。で、どうしても答えちゃうんですね。なので、この声かけをするときに、大丈夫ではなくって、調子どうとか、どんな様子とか、一言で答えられないようなオープンクエスチョンで、問いかけ、声かけをしていただくと、そこから話がつながっていきますので、それでね、こうコミュニケーションを始めて、しっかりとお話をして孤独感を和らげていくっていうのはね、とても大切です。はい。で、それから、いつでもどこでもストレス対処ということでね、先ほどのリフレーミングという言葉が出てきましたけれども、このリフレーミングを説明するときにね、よく例に出すのが、このコップに半分の水に対してね、もう半分しかないって捉えるのか、まだ半分あるって捉えるのかによって、全然心へのダメージって違いますよね。コップに半分の水が入っている、これを見た時に、はあ、もう半分しかないんだって言ったら、ものすごいストレス、すごいダメージですよね。どうしていったらいいんだろうって思っちゃう。だけども、あ、まだ半分ある、大丈夫、まだ半分あるって捉えたら、その心へのダメージってすごく少ないですよね。なので、このダメージの少ない方にね、枠組みを変えていく、ね、別の捉え方をしていくって大切なわけです。このリフレーミングっていうのは、そのある枠組み、我々の物事の見方、考え方ですよね。あるフレームで捉えられている物事を、その枠組みを一旦外して、違う枠組みで見ることっていうのをリフレーミング、リフレーム。フレームというのは枠ですよね。それを再枠組み、再構成ですよね。枠組みの再構成みたいなことをしていくわけです。別の視点を持たせる。なので、例えばね、この外に出られないなんてっていう今の状況に対して、皆さんだったらどういうリフレーミングをするか。どのような別の視点を持たせることができるのかっていうことなんですけれどもね。外に出られないなんて言ったら、すごいダメージが大きいですよね。ああ、もう外出できないんだ、つまんないとかね、もう遊びに行きたいのにイライラしちゃうとかっていうのがありますけれども、じゃあ別の視点を持たせてね、枠組みを変えて、この外に出られないという状況をね、考えると、それこそ、家族ないしね、あるいは家族でゆっくりコミュニケーションが取れるいい機会だな、お家の中で例えばお料理を一緒に作ったりとか、掃除をしたりとか、ゲームをしたりとかして、家族のコミュニケーションのいい機会としようというふうなリフレーミングをすることもできるし、
それこそ今うちの母なんかも一生懸命やってますけれども、もう外に出られないんだったらもう家の中の大掃除だって言ってね、もう断捨離始めちゃって今もう大変大わらわなんですけれども、外に出られないということを、別のリフレーミングして、ね、別の枠組みでね、じゃあ家に外に出れないなら家の中でやれることをやっていきましょうというような枠組みを変えて、ね、見ていくことによってストレスを低減させるというやり方もあるわけなんですね。はい、ということでですね、これまでいろいろとこのストレスについて、ご説明してきました。で最後になんですけれども、コロナウイルス、このような、ね状況下っていうのは今の時期なわけですね。こうやって外出を自粛してくださいということがあれば、ある程度の、ね、ピークが過ぎれば、いずれは収束していくわけなんですよね。今がちょっと我慢の時なわけです。ですので、我慢してね、このストレス状況下にストレスをためてためてではなくて、上手にこの、コロナウイルスが収束するまでの間のこのストレスをね、上手に対処しながらね、心も体も健康に元気にね、生活していくってことをね、ぜひ皆さん一緒にやっていきたいと思います。ね、私もそうですし、皆さんもどうぞこの状況を、ね、元気に乗り越えて行ってください。それからもう一つ心配なのがですね、いじめ、とか差別っていうのがね、ちらほらそんな話も聞くようになってきました。この陽性反応が出た方に対してね、何かこうちょっと差別的なね、ことを言ってしまうであったりとか、そのもう陽性反応が出てもう治った、もう大丈夫だよっていう人に対してもちょっとそばに寄らないでみたいな態度を示すであったりとかね、そういうことがちょっとこうちらほら私の耳にもうこう入ってくるというか、耳にすることも増えてきました。でこれがね、大人がそういったことをしているとやっぱり子どもっていうのはそれを見てそれを覚えていってしまうわけですよね。でそれが学校でのいじめ、になったりっていうことにもつながってきてしまいます。なので、このコロナウイルスについての正しい知識というのを自分も、私たちもそうですし、もう大人もそうですし、子どもにもきちんと、ね、お子さん方にもきちんとそのコロナウイルスっていうのはこういうものであるというのを、正しい知識というのを身につけて、言っていただきたいなと。もう決してこれがね、こう差別とかいじめに発展していかないようにしていけたらいいなと。ぜひこういった条件、いじめとか差別にならないようにしていくためにも、ぜひ正しい知識を身につけていってください。はい、ということで、短い時間ではありましたけれども、このストレスマネジメントセミナーっていうんでしょうかね、八島学園大学としてね、公開していこうと思いますので、ぜひご興味のお持ちになられた方は全編通して見ていただいて、ぜひストレス対処の方も試して、見ていただきたいと思います。はい、それでは皆さん貴重なお時間ありがとうございました。